えー、ホームページで淡井圭介の履歴の42.3番過剰出店による松野、えー、病院編ということで、えー、こちらのに、こちらから、えー、YouTube にアクセスできるようになっています。有りの中町にあった、まあ、歯医者さんなんですけども、歯医者さんの数が多すぎるんですよね。この歯医者さんの位置が、えー、っとね、岡場駅が、こちらですから、まあ、この、この辺ですね。まあ、大体この辺り。 岡場駅はここだから、まあ大体このあたり。で、えー、歯医者さんって、ここにも、えー、田尾石の、あえー、この十字路の交差点のあたりに小室鹿さんがあって、 で、この辺に小林鹿さんがあって、で、えー、先ほど潰れていた、あのー、まあ、もう名前わかんないんですけども、改転されたから、えー、そこの、その、歯医者さんがあったと。で、えー、こちらのちょっと上がったところ、坂上がったところ、田保寺駅はもうすぐ歩いてすぐそこ、ここの、あの、坂上がったところに、えー、北新西和台っていう、ま、住宅地があるんですけども、えーまあ先、ま、千、 200件ぐらいあるかなどうかな ?1000 件ぐらいあ、1000件ぐらいかなま、そんなぐらいですね。まあ、あの、それぐらいです。で、そこに、歯医者さん、この道路のところに、ま、消防署が近くにあるんですけどそのすぐ近くに歯医者さんが2件あると。で、少しこちらの方行ったら、道場南口という神戸電鉄の駅があるんですけども、ま、このあたりに、すぐ駅前に、 えー、大きな病院があると道、道場南口か新鉄道場のどちらかに大きな病院があります。で、先ほどの田尾寺駅から少し二郎の方へ、えー、二郎駅の方へ向かって、この道を行くんですけども、この高速道路の下越えたこの辺りにも、えーまあ、5階建てぐらいの病院あります。で、えー、とにかく病院作りすぎ、ここのアドベン、 ここのアの台にもアドベンチストという、えー、病院が、えー、あります。大きな病院、えー。ここは100床以上あるんじゃないですかね。今100床ぐらい、それぐらいだと思いますも。もしかしたらもっとあるかもしれない。で、この近くに、えー、岡場駅から、えー、このかん、えー、神戸カントリークラブ 書かれてるゴルフ場のすぐ近くのところに再生会病院というところがあって、ここも大きな病院です。100床以上あります。で、えー、ここと今、三田市が合併するべきだみたいな話に、えー、なっちゃってるんですよね。で、老人ホームをわざわざ作るぐらいだったら、空いてるフロア、えー、ここの再生会病院もそうだし、その三田市の病院に関しても、空いてるフロアを、えー、老人ホームみたいな形にする、もしくは見取り病院みたいな形にする。えー、それで いいんで,すで田王子駅とこの大川駅のこの線路沿いのところに有馬優先病院というものがあって。 で、で、ここは、ま、多分、三鳥病院だと思います。で、ここの、えー、岡場駅の近くのこの辺り、江北病院という病院があって、まあ、ここも、まあ、50床から100床ぐらいの、まあ、大きな病院です、えー。ベッドの数がね。で、ここのね、岡場の、あのー、駅のすぐ近くなんですけども、まあ、ちょっと坂上がったところに、ここにもね、あのー、えっ、ー、とね、 宮地鹿って書かれている、えー、まあステップガーデンって呼ばれているところなんですけども、つたさんとか入ってるところ、まあここにも鹿があって、歯医者さんこんなにたくさんあったって、絶対無理なもんは無理。で、えー、 ここ、東南院、えー、内科、消化器科、えー、なんとかっていうの。これ、それは、えー、ここの藤原台北町の僕の家の、えー、すぐ斜め向かいですね。で、田王子駅降りて、この右手すぐのところに、えー、内科とかいろいろ入っている、まあ、あの、病院が、三、えー、3階建ての病院があるんです、あるんですよ。で、その、